テント、あ、ちょっとテントパワー唐揚げ定食です。ボリュームすごくないですかこれ。やったなこれ。どうした、始まりました背景道の駅からのお時間でございます。ガチャ。本日道の駅湘南に来ております。道の駅湘南と聞いてね、我々の動画を普段見てくださっている視聴者さん、何かピンときませんか。そうです、我々背景道の駅からの始まりの地なんですね。今回なぜまた来ることになったんですか。道の駅湘南さん、リニューアルオープンしました。なので中外観それぞれ綺麗になってます。それに加えてよ、エリアも新しく拡張されました。ディズニーみたいになってます。リニューアルして新しくなったエリアがどうなってるか、そして当然ね、我々の力力も上がってるはずなんでね、その辺をね、以前訪問した動画と見比べて楽しんでいただけたらなと思っております。それでは早速行ってみましょうか。じゃあ最初はね、新エリアテントの方に行きたいと思います。テント、まずね、直売所が約3倍に拡張されて、カフェとかインフォメーションとかも追加されております。もともとあった建物の方にレストランとか新しくテナントさんで入ってたりします。新しく駐車場300台まで広がりました。あ、めっちゃ広くなったね。めちゃめちゃ広いですよ。そうこうしてるうちにね、着きました。おお、あ、テント、あ、ちょっとテントっぽいっすね。行きましょうか。はい、見ていきましょう。新しくなった直売所にやってきました。すっげー広くなってんな。野菜がめちゃめちゃ増えました、ね、まずはブルーベリーです。柏三大フルーツの一つで、いちご、梨とともに柏といったらブルーベリーと言われているほど人気なものでございます。気づいたことあるんですけど言っていいですか。何でしょう。大宮農園って書いてるんですよ。千葉なのに、ね、がっつり竹の力借りてます。大宮さんのだろ。埼玉のね。あ、大宮さんの作ったいいトマトですね。以前もトマト作ってました。大宮さんの現役でやってますよ。湘南といえば株ですね。そうね、立派な株ですね。すごいな。柏の株はこの小ぶりな株が特徴的。赤株っていうのも、赤株、こっちはちょっとデカめでね。確かに立派ですね。さすが湘南の株って感じ。湘南の風みたいに前回来た時もそうやったけど、湘南結構野菜多いからさ、珍しい野菜多くなかった。深いじゃがいも、レッドムーン、さつまいもみたいだね。よそうやね。スーザン、これ覚えてる。一番最初のじゃんけんで僕が購入していただいたやつだ。初じゃんけん、初負けのやつ。リニューアルしたことでいろいろ商品も増えてます。梨のリキュールを使ったお酒であったりとか、柏エール、柏の農産物を取り入れたホップを少なくしているビールであったり、株を使ってる柏上昇株、おー、柏エールのピーナッツ。あ、商品の種類も増えてるな。増えてる。すごかったね。うん、とにかく広い、種類豊富。前回来た時野菜がすごい面白いと思って、湘南来たら改めてやっぱ野菜って面白いなって思ったんです。わかる。ダンペイが最初野菜ハマりかけたきっかけでもあるんね、ここね。そうなんよね。柏三大野菜、柏三大フルーツ、そんなもね、実はね、道の駅に書いてあったりしたんですよ。そんな情報量まで増えちゃって、リニューアルというか進化、これ皆さんね、ぜひね、一度来てほしいな。これはこちらね、以前既存島の方に来ました、ね、あ、懐かしい。ちょっと面影残ってますね。翼、こちらがレストラン島。以前の動画で入ってたやつが全部一新されて、本当だ。直売所になったところもなんか木村ピーナッツとかいうのが入ってる。これね、僕の高校が立山市っていうところで有名な木村ピーナッツの湘南支店だから、めちゃめちゃ今テンション上がってるのよ。あ、へー。そう、トンネルズさんとか来たり知ってるところなんだ。そうなんだ。他にもね、チャレンジレストランっていうのが入りました。何ですか。2年間のチャレンジ枠契約でこう入ってるお食事で、これでキッチンカーで有名なごちそう食堂さんが入ってます。某メディアにもね、取り上げられたっていうほどのところなんで、せっかくならね、そこ行きたいなと思うんですわ。では食堂の方入ってきました。チャレンジレストラン湘南のごちそう食堂さんと、もう一つイタリアンレストランシャンティさんが入ってます。まず僕が頼んだのはこちらでございます。パワー唐揚げ定食です。ボリュームすごくないですかこれ。やばいな。6個入りって正直そうでもないかなと思ったら1個1個がでかい。横から見たらすごい分かれてますね。続いてスーザン、柏幻想ポークハンバーグカレーです。幻の豚肉を使ったカレーなんですけども、もう一つ特徴ございまして、無水カレーなんです。どういう湘南といえばトマトも有名ですよね。野菜とかの水だけを使ったカレーなんです。いただきます。これやばくない。俺なんでこんないつも大食いしてんのかな。さすがだね。これが6個ですよ。すごいな。うん、めっちゃ鶏皮。
めっちゃ美味しい。醤油ベースの味付けなんですけども、濃すぎず、薄すぎず、適度な味付けになってます。音聞いてもらったら分かる通り、めっちゃサクサクなんですよ。鶏肉も柔らかい。これね、普通に美味しいです。ただ、ご飯とのバランス、これ。合うかなっていう。肉を食らえってことだね。肉を食らえ。すごいな。うん、これがあれでしょ、某メディアに取り上げられたらしいね。マヨと、なんだろう、ガーリック醤油かな、うん、すごい。僕ね、食べ方めっちゃデブなんですね。マヨネーズとかってめっちゃつきますから。めちゃくちゃ美味しい。ベジファーストいただきたいと思います。めっちゃ美味しい。シャキ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 してて、本当に地元の新鮮な野菜を使ってる料理だなと思います。まあ、おしゃれなカレー多いですよね。うんまっ。うまレイソ。おお、辛くない。辛いの嫌いな人全然食べる。トマトの甘み、爽やかさだけカレーなのかって言われるとちょっとハテナって思うかもしれないけど、カレーなんですよ。甘めなルーとご飯めちゃくちゃ美味しいです。もう一個の主役、ハンバーグ。肉よね、やっぱ肉。これがどうね、カレー米と合うか。これはダメだ。今までのハンバーグと全然違う。グニュグニュってのが多かったじゃない。歯ですり切れるような肉なんですよ。これがね、またね、甘みがあってね、とてつもなく美味しい。他のね、ポークハンバーグとちょっと違う。これね、ほんと一皿で完成しちゃってる一つのアート作品。お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい。もうやられてるじゃん。以前来たレストランに比べてさ、道の駅っぽくなったよね。地元の人のニーズに合ったようなレストランになったのかなと思いました。ただね、パワーカラーに行くときは十分注意してください。続いてはカブソフトです。カブのソフトクリームを購入しました。すごいね。あ、カップなんやね。今カップになっておしゃれになりましたね。鳥は？あれ本当にでもなんか偶然やから、ミラクルやから。あ、そうなん。じゃあ早速食べてみるか。わあ。おしゃれに粉末までかかった。味知ってるからこそね、ちょっとね、食べにくい。食いづらいんよな。いただきます。やったな、これ。どうした？ちょっと待ってくれよ。ダンペン、待ってくれ、これ。え、まさか。うまいぞ。まさか。ダンペン、まずいぞ、これ、うまいぞ、これ。どっちだ？おいしい。ちょっと俺も食わせてくれ。ちょっと食ってくれ。だってあれやろ、カブがおるもんやろ。そう、俺がめっちゃカブって言ってたやつ。あ、カブがおるもんやろ。カブ以外の何かを背に入ってたらおかしいってやつやろ。カブ以外のものの何かを背に入ってたら。いただきます。カブがおらん。なんか若干お茶系のパウダーな感じがする。そうやな。美味しい。美味しいよね。美味しいからまずい。面白くなくなってるぞ。そうな。俺は昔の方が好きやったかもしれんぞ。ただめちゃくちゃ美味しい。のコーナーでございます。本日は道の駅湘南さんなんですけども、すでに押してます。なので、断定のスタンプ予想のコーナーは今回はなしです。あ、変わりました。スタンプ変わりました。こう言われるとずっと困るな。逆に逆にレアかもしれない、そのスタンプは今。あ、テント、駅舎っていうのもあるし、リニューアルしたって言ったのテント。なので確かにテントでいきたいと思います。本日のスタンプはこちらでございます。すごい気候班みたいな。でも確かに看板に書いてあった、これ。あ、じゃあ今の三手駅湘南のロゴなんすね。本日道の駅湘南さん紹介させていただきました。すべて
店がレベルアップしてましたね。僕がいるのも大きさもそうですし、商品の数、そしてレストランの料理の美味しさ、そしてカブソフトクリーム、全てがグレードアップしてました。ニーズに合っている道の駅のあり方なのかなと思う反面ね、以前でいうカブソフトみたいな荒削りなところも道の駅の魅力なのかなと。とりあえずね、全てが進化してて大成功だと思います。あ、やべえ、ピーナッツソフトめっちゃうめえ。